ゲームで遊ぶのはいいけど、遊びすぎてしまわないか。どんなゲームで遊んでるのか、親としては考えてしまう。見守れるアプリ、任天堂見守りスイッチ。こんな時こそ見守りスイッチ。約束の時間をセットしておけば、お父さんがゲームに夢中になっていてもアラームでお知らせしてくれます。これなら安心ですね。あらら、今度はアラームが鳴っても遊び続けてますね。でも約束を破ったことはお父さんにバレバレですよ。中断モードにすれば約束の時間でゲームをスリープさせることもできますが、こんな姿は見たくないので、これはあくまで最終手段。約束をしっかり守っておねだりって、ちょっと調子に乗りすぎましたね。